ジョン・ウィン・ゲート・ウィークスは、アメリカ合衆国の政治家。共和党に所属し、1905年から1913年まで、連邦下院議員、1913年から1919 19年まで、連邦上院議員、1921年から1925年まで、陸軍長官を務めた。1860年4月11日、 ニューハンプシャー州ランカスターにおいて誕生した。父親はウィリアム・デニス・ウィークス、母親はメアリー・ヘレン・ファウラーであった。地元の公立学校で教育を受け、続いて教職を1年務めた。ウィークスは1881年にメリーランド州アナポリスの海軍兵学校を卒業し、その後アメリカ海軍で士官候補生として2年間勤務した。 1883年に海軍を離れた後は、フロリダ州に移り、土木建築及び測量の専門家として働いた。1885年から1888年までは、オーランド消防局で一等主任を務め、また1886年から1888年までは、フロリダ南部鉄道で、土地事務長法を務めた。ウィークスは1888年に、 ボストンで金融会社ホーンブロワーウィークスを共同設立した。堅実で安定した経営を行い、1890年代に銀行経営で財を築いた。次第にウィークスは政治に積極的に関与するようになった。最初は地方レベルでの政治に関与し、マサチューセッツ州ニュートンにおいて1899年から1902年まで市会議員を 1903年から1904年まで市長を務めた。ウィークスはその後国政に関与するようになった。ウィークスは連邦会議員及び連邦上院議員としてアメリカ国有利制度の主要部分の設計を行った。1911年のウィークス法では森林火災防止に関する州政府への補助金の支援など、 国有林保全に関わる制度を確立した。ウィークスは共和党に所属し、1905年3月から1913年3月まで、マサチューセッツ州選出連邦下院議員を、1913年3月から1919 19年3月まで、マサチューセッツ州選出連邦上院議員を務めた。ウィークスは第59議会から第60議会にかけて、 国務省歳出委員会の委員長を第61議会に郵政委員会委員長を第65議会に不要政府書類整理委員会の委員長を務めた。1923年の休戦記念日のセレモニー。左から、ウィークス陸軍長官、クーリッジ大統領、ルーズベルト海軍次官補、及び警備兵。 ウィークスは1918年の上院議員選挙で敗北を喫したが、その後も継続して、共和党内での国政への影響を残した。1920年の大統領選挙では、ウォレン・ハーディングの立候補を早い時期から支持し、ハーディングが大統領に選出されるとウィークスは陸軍長官に指名された。陸軍長官として、ウィークスは有能で実直で、尊敬を受ける。 行政官であった。ウィークスは大統領の良き助言者として第一次世界大戦後の陸軍省の人員削減を導いた。1925年4月、ウィークスは長時間の激務により卒中を引き起こした。そして同年10月、陸軍長官を辞任した。陸軍長官退任から9ヶ月後の1926年7月12日、ウィークスは ニューハンプシャー州ランカスターにある秘書用の別荘、マウントプロスペクトにおいて死去した。ウィークスの別荘、マウントプロスペクトは、ウィークス州立公園の一部として、観光客向けに公開されている。この近郊にある山は、ウィークスにちなんで、ウィークス山と名付けられた。ウィークスの業績をたたえて海軍は、ラッデルー九護栄駆逐艦の一隻をウィークスと命名したが、 その建造は1944年にキャンセルされた。その後アレン・ m サムナー旧区畜艦の10番艦がジョン・ w ウィークスと命名された。ジョン・ w ウィークスは1944年に収益し、1970年に退役した。ウィークスと孫・ウィークスは1885年10月7日にマーサー・ローリン・シンクレアと結婚した。ウィークスは マーサとの間に、以下の子供を設けた。チャールズ・シンクレア・ウィークス第13代、アメリカ合衆国商務長官。ありがとうございます。